もっと人気かと思ってたんだけど、ショックさんって。まあ、でもね、やっぱりね、私わかるわよ。あなたってね、面白くないのよ。なんかこう、堅苦しいっていうか、はい。なんか、やっぱね、リーダーっていうポジション的なものもあると思うんだけど、そもそもこう、人に興味がない節があるじゃない、あなたって。多分だけど、ね、やっぱこう人を楽しませようっていう気持ちがまだまだ足らないんじゃないかしら。そうなんですかね。なんか一応自分なりにこう努力はしてみてるんです。それじゃダメなの。努力が足りてない、あなたは。私からすると、私もね、やっぱりこうたくさんお仕事をねさせてもらってる中で、カメラの前だけじゃなくて、できるだけこう、たくさんの人と楽しくお話ができるようなにっていう意識は常にね、持ってるから、はい、カメラの前だけじゃなくてね、やっぱりそういうところを、やっぱプロとして、あなたももっとこう、自覚をね、してほしいなぁと思うのよ。はい。頑張れそう？はい、頑張ります。頑張りなさい。はい、ということで福江さん、今日はわざわざお越しいただいてありがとうございました。いえいえいえ、少しでもね白福さんのお役に立てれるのであればとっても嬉しいですけど、もう今度ね、私たち同じイベントのねステージに立つのよね。そうですね、いつだったかな、2017年の10月31日、渋谷アルティメットハロウィン2017というイベントに、白福さんが所属しているメセモアさん、そして今度私たちがそのイベントでデビューとなります。ミスモアというグループでステージに立ちますので、皆さんぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ白くさん、はい、またいつかお会いできる日があったら嬉しいですね。そうですね、また。じゃあ元気でね。はい、ありがとうございました。ちょっと、はい、コーヒー入れてくれる？はい、少々お待ちください。先生、お待たせしました、コーヒーです。ありがとう。あっつ！ちょっと。はい。何これ？コーヒーです。コーヒー。はい。コーヒーです。そんなことは分かってるのよ。暑い。すいません。私がさ、猫舌ってこと知ってるでしょ。すいません。すいません。申し訳ございませんです。どうせ、沸騰した直後のお湯で入れたんでしょ。私前も言ったよね。沸騰して、しばらく置いたお湯で入れてって言ったよね。はい。どうしてあなたっていつも学習しないの？持ってるだけでも熱いんだけど。わかんなかった、持ってくるとき。紙コップ2つ重ねさせてもらって。熱いの？それでも。
紙コップが二重でも熱いの、はい、はい、すいません。言い訳するの、はい、いえ、そういうわけでは、すいませんでした。申し訳ございません。私が悪かった。いえいえ、僕が 100% 悪いです。すいません。申し訳ございませんでした。そうだよね。はい。これで、やけどしたらさ、お仕事に支障出ちゃうわけ。はい、おっしゃる通りです。あなたマネージャーでしょ？はい。私の仕事台無しにする気？いえ、そのようなつもりはございません。ね、はい。暑いのよ。はい、持ってみたら？暑いでしょ？暑いよね？はい、暑いです。飲めるこれ。ねえ。飲めないです、暑くて。はい、飲んでみたら？ほら、ちょっと。ほら、こうやってさ、ほら、飲んでみなさい、ほら。ほら。暑いです、暑いです。暑いよね。暑かったです、はい。あ、もう汚れちゃった。あ、すいません。あ、今、お持ちしますので、しましょう。早くして。はい。早く。まだ？すいません。少々お待ちください。と使えない。ベテモアライブでは今見ている動画の他にもこんな動画やあんな動画があります。皆さんぜひチェックしてみてください。